これはですね、オメガのシーマスター600メーターですね。プロプルーフって言われていますけれども、300メーターダイバーに比べまして、これは本当に600メーターダイバーの、600メーター防水になってます。何しろこれはですね、バカでかいですね。確かヤヌス計画っていう、海底探査チームがありまして、それに採用されたモデルでして、本格的な防水になってます。実際に人間が600メーター防水ができるってわけじゃないですけれども、それぐらいの瞬間的にね、水圧がかかることありますんで、かなり防水能力が高い方が、本当にダイバーの人にとっていいんですね。で、この赤いポッチをですね、これ押すとですね、このダイバーのこのベゼルですね、これが動いて、こう上げると固定されますね。ですから、そういう意味では、ベゼルがですね、止まる、しっかりして止まるようになっています。あと、もちろん、リューズもですね、スクリューロック式になってますので、しっかり止まりますね。ユーズガードもバカでかいですよね。で、ケースはワンピースケースでこうやって一体型になってます。とにかくこのデザインが好きで、2個持ってたんですけど、1個は手放してしまいました。で、こちらの方はオメガでですね、一応水素送りで昔オーバーホールしてありますんで、防水検査もオメガで通ってるモデルなんで、本当に使おうと思ったら海でも使えるっていう、そういう時計になってます。で、文字盤はブルーです。マリンブルー、濃紺のような色合いです。針も、もう海でも目立つようにこういうはっきりした色合いになってますけれども。で、キャリバーがですね、オメガの1002っていう自動巻きが入ってるんですけど、このキャリバーがクソなキャリバーでですね、オーバーホールすると、最初からの欠陥で日付がですね、片送り、最初は片送りなんですけど、それを取れっていう指示が出てまして、こう上も下も両方動くようになってます。ピンがすごい強いらしくて、それが最初から欠陥だったんですね。だからそれ取っちゃいますね、オーバーホールすると。だ別にそれはオメガの正規でそうなりますんで、別にそれがどうだっていうわけではありません。両送りで別に問題ないんですね。で、このメッシュのベルトがですね、非常についててかっこいいですね。価値があるっていうか、メッシュのベルトがついてる方が、オークションの価格でも高いですね。で、ここにエクステンが別途ありますけれども、これウェットスーツにつけるときに、これはエクステンをつけてウェットスーツ使うようになってますね。オメガのダイバーウォッチの中では、僕は好きですね、これは。この大きさといい、存在感があるっていうのかな。非常に存在感のある時計で、復刻モデルも出てますけど、このオリジナルの600メーターダイバープロプルーフは、こっちの方が数段味があるというか、当然ですよね、オリジナルですから。非常に魅力的なモデルですね。オメガの600メーターダイバーでした。ちょっとアップにしてみましょう。かっこいいですよね。好きですね、このモデルは。この分厚い、なんちゅう厚みだっていう感じですね。一時、1000メータークラスのスーパーダイバーいくつも集めてましたけど、その中でもこれが一番好きでしたね。非常に存在感があります。